はつかちゃんに借りました。こういう青も似合っちゃうね。かわいい、これ着てそう。私がじゃあちょっとね、忘れました。であの15分ぐらいで終わっていい、よろしいでしょうかね。今回は本当に徹底してんね。でもすごくメンバーからも好評なので、このまま明日お待ちください。左足がずっと気持ち悪い、なんかやだ。今の状態からさらに変わるの？今の状態ってどれ？まさかこれで出ると思ってる？結構イメチェン、まあ、イメチェンって感じですね。メンバーはね、あのリハーサルをしたんですよ。そう、明日ははつかちゃんがうん、超久しぶり、久しぶり、一回出たことあるんだっけな、はつか。わかんない、久しぶり、ほぼ初日ってことで。リハーサルをしたんですけど、ペンギン？ペンギン？なんでこんなに足が痛いんだ。今日は本当は多分言っても分かんないと思う。こういう感じでイメチェンしてたよっていうね。朝してたんですけど、その後に本当は普通にダンスをしたくて、自分でけどレッスン場が使えなかったので、はつかちゃんとカレンちゃんと3人でご飯を食べて語って、明日頑張ろうねっちゅうことで、そう語ってまいりましたけど、イメチェン前の美女結構好きだったから、イメチェン謎に緊張する。本当に、いや絶対好きだと思う。マナチーは、いや分かんないな、わちょっと分かんないな。あ、そういうこと。確かにペンギンみたい、本当だ。ラップやってそう。前が見えない、見えないにしてんだわ。実はね、明日お待ちください。ちょっと10ペンギン髪みたいなこと、いや驚かないんじゃない。あのね、普通に私はアイドルのうちに一度髪を染めてステージに立ちたいっていう夢があったので、まあうん、ちょっとまあこのタイミングで、このタイミングが一番
ベストかなと思って。うわ、唇が色っぽい選手権1、本当にありがとう。髪型も若干わかんないな、なんかもう元の自分がわかんない、逆にもうもはやね、あれ元の自分ってどんなんだっけってなりますよね。お楽しみに。お楽しみにって形でね、タイミングがね、なんかなんて言うんだろうな、なんか髪いじってみたいなっていう、いじってみたいな、なんか髪をいじった状態でステージに立ちたいなと思ってるので、多分今からいろんな髪型をするんじゃないでしょうか。あの下お団子もやりたいですし、ハーフツインもやってって言われたんで、ちょっと頑張ります。頑張ります。ハーフツインで過ちはちょっと結構きついから、ねじりハーフとかだったらいいね。でもねじりハーフって聞いたら、あのガチの縛るツインにしてって言われたんで、そう、縛るハーフツインしてほしいって女の子のファンの子に言われたんで、え、それ大丈夫、かわいい、大丈夫って聞いたら、いや、もう絶対かわいいって。いや、結ぶハーフツインなんか何年ぶりって感じ。ドレッド、いや、ドレッドやばいでしょ。ドレッド、いいね、もうもはやね。全ドレッド、全ドレッドアイドルいないですから。いや、似合わないでしょ、この顔で。なんかさ、もうちょっとさ、なんて言うんだろう、なんかそれこそアリエルをやられるハリーさんみたいな、なんて、もう超私日本人顔だからさ、アメリカ系の美しい顔でドレッドヘアならもうめっちゃかっこええってなるんだろうけど、いや、私日本人顔なのね。くっそに日本人なの、よく言われる。だから今日ラッパー感出した。やば、エミネムいるじゃない、あの誰がエミネムさんやねん。あのね、いや、キャラ編、あのね、キャラ編の方向間違ってる多分。うん、面白いね。平安時代の美人さんって感じ。誰が平安時代の美人さん、ありがとう。大阪のおばちゃん、それパーマや、そパーマやな。日本人顔、自分では似合ってると思う。似合ってんじゃない？てか似合うように してくださいって言ったもん。パンチパーマだとさすがに笑い、これ。やば、パンチパーマアイドルはさすがにおもろい。売れるべ、売れますよ。ちょっと足痛いんでね、曲げさせてもらっていいですか。なんか左足だけがずっと痛いの、なんで、足首かな、なんか気持ち悪いんだよね、ずっと。はっ、なんで歌ちゃんにこれを買いました、このブルーモヒカン。逆にさ、オールバックとか出てきたらめっちゃおもろくない？あのあんなに可愛い衣装なのにさ、なんかジャルジャルさんのオールバックみたいなやつ出てきたらめっちゃおもろいよね。
私がファンだったら一旦引く、申し訳ないけど、私が私のファンだってジャルジャルさんのオールバック出てきたら一旦引く。あのね、大丈夫って聞くかもね。パンチパーマって98、そうなの？アイドルのうちは面白い、かわいそう、アイドルっていう肩書きがなくなると、普通にあの一旦引いて去るかもな。もうそれ去っちゃってんのよ、アイドルがなくなって、そのね、それやっちゃうと本当に大丈夫ってなるから、絶対トレンド入りオールバック。オールバック黒サングラスだったら笑います。エグザイルさんにそう、ドレッド予想でいくね、自信あるよ。どっから湧いてんの、その自信は。タモさん、あー、タモリさん、え、タモリさんってオールバックだっけ、あんまり意味しないわ。アイドルがオールバックなのが嫌すぎてタイムリップするやつってコメントするわ。間違いない、衝撃は受けないんじゃない、衝撃は受けないと思う。で、大してそんな変わってないかも、うん、印象はちょっと変わったかなってくらいかな。くしゃみ出そう。よっしゃ、オールバックなタモさんって叫ぶ、やばやば、コールもミッサーでもなくなるんや、やばいね。七三分け、甘い甘い、九一でいこう、うん、かわいい、くしゃみそんなある。帽子でまさかの焦らされるパターンまで考えて、やばこういうやつやばい、めっちゃ歌ってる。何が何でも意識、手離さないの意識高い。もうこれが通常になってるのよね、これ離してもあんま分かんないと思う。これでよ、もう結構隠れてるんで、これで、おお、くしゃみするミスさんの横、くしゃみする横で何、何や、何目指してんの、エミネムさん、誰が、誰がエミネムさんやねん、誰がペンギンやん。こういうツッコミキャラじゃないんだけど。春日さん、七三ロックロッカーになるはず、ロックロッカーって何、よいしょーって言いたい、やば、やべえやついるじゃん、アクションよいしょーって飛んでくるでしょ、せめてせめてブレスティングでしょ。よいしょやば、言ってね、じゃあ今度お話し会でくしゃみしたらよいしょって言ってください。うん、言わなくていいわ、全然言わないと。今の授業だとミスの可愛さが半減してる、え、今の授業これこれでしょ、明日解除なんてちょっと我慢してください。あのねさん、ハートレターとレインボースターありがとうございます、 Thank you。 そう、くしゃみの時にその自分の番やったら、宮崎さんに見せたあのストーリー、私のインスタのストーリー見てください、髪色、髪色、髪の感じ
この私が今隠しています。髪の感じですか？見せましたね、髪の感じ。見せたっけ？見せた？え、見せたっけ？わかんない。配信出てほしい。確かに明日は楽しみですね。明日はあの見てほしい配信。でもあのやっぱ来れないよって方もいると思うけど、うん、深夜のコンビニにな、何と一緒に、なんとなく来たみたいな格好で好きよ私は。なんやろ。まさとしさん、しずくありがとうございます。しずく、そうや、明日ね夢見るが揃ってるんですよ。はじめましたので、おねばで見るよ。ありがとう、のちゃん待ってるね。言わなくてもいいって言われても言うよそのカタカナにすな、語尾を、語尾をカタカナにすな夢見る公園、夢見る公園ね、いいですね。明日は本当に見てほしい。見てほしい理由がある、多分わかる、明日見れば。髪型予想当たるようにお願いしとこう。うん、お願いする場所間違えてるかもやけど、うん、いいと思う。うん、それそういうね、お願い、願い事をするっていうのは素敵なんで。またグラビアしてほしい、やりたい。さあ、最高すぎた？そう、行ってきたんやな。ありがとう。見てほしいっていい理由。え、いい理由。普通にいい理由。エミネム、エミネム、とーじゃないのよ。とーじゃないのよ。うん。明日劇場でエミネムレースのみんな。皆さん、エミネム期待してどうすんの？え、私、どうしますだから、エミネムさんの格好で、明日、出てくるの、来る私を想像して。髪型も迷ってる。髪型は正直迷ってるけど、まあ、迷ってる。迷ってるな。インフミゲーム練習しとかなきゃ誰がエミネムさんやねん。やっぱり明日見てほしい理由は、やっぱり明日見てほしい理由も、20日初日っていうのもあるし、夢見るのが揃ってるっていうのもあるし、やっぱり私がちょっとイメチェンしたっていうのもあるし、誰がエミネムさんやねん。もう虹色かな。虹色もありえるかもね。じゃあランキングへ。もーっとこれ流行ってるの知ってますか？ケミオさんがね TikTok でやってて有名になったんですよ。音声ハマり、本当に嬉しい。ケミオさんがみちちゃんっていう方のお祝い
誕生日お祝いするときに、小さい頃はもうなんかどうやらなんとかなんとかなって、なんとかなんとかって、もう今もこんなに可愛かったみたいなのを話してるときに、みちちゃんがもうエミネムさんやめてっていう動画めっちゃおもろいの、ほんと TikTok 見てみて、多分ケミオエミネムとか出てくるんで、検索ワード的に絶対出てくるから調べてみてください。イグリグリさん、ハートありがとうございます。ほんと面白いから。ほんじゃ終わります。13位ジョックスノーさん、12位イグリグリさん、11位オニオンナイトさん、10位メツさん、9位ケンちゃんさん、8位横洋さん、7位フロストさん、5位じゃ6位ヒデジュルさん、5位マサトシさん、4位エースナシさん、3位園長さん、2位ハヌチャこと、1位アナネさん、ミサが最高、10変わってない、うんかでした。ありがとうございました。まあそんなにめちゃめちゃ変わってるっていうわけでもないんだけどね、多分これはちょっと人のパーカー借りてるので、こんなに青いパーカー持ってないけど、かわいいね。みんなペンギンって言うじゃん、かわいいね。ガハツカちゃんのやつ。そんじゃ明日ありがとうございました。インスタ載せてね、載せるよ。そんじゃありがとうございました。明日は夢見る星空見てください。しかも明日さ、確かあやみんと、あやみんとゆいりさん以外エイトなの、びっくりした。エイトちゃんが勢ぞろい、頑張りますということで、 Can't wait to see you tomorrow. Thank you. See ya. それじゃあ、もうあやみんと村山さんもほぼ8ということで、明日も頑張ってまいりましょう。明日は18時ですかね。鉄を確かに4人。4鉄だ。4鉄です、明日。もうほぼ全鉄大集合ということで、頑張ります。Take care, thank you. Thank you, Mr. You're welcome. Thank you. それでは、おやすみなさーい、皆さん。Thank you.Thank you for watching, guys. Bye. Love you. Nice. Sweet dreams. Sweet dreams. Thank you. ありがとう。バイバイ。チャチャ。